あのすごい外人っぽい質感を作りたいんだったら、まあ、このニゼルのテクスチャーっていうワックスで、これ結構ウェットの質感作れるんですけど、ちょっと待って、わあ、なんだすごいですね、これ、パウダースノー、パウダースノーっていう、はい、ワックスなの？いや、違います。これ、僕の、あの、演出。わ、素晴らしい。はい。でも、これ、ただ適当にやってじゃなくて、均等につくんで。あ、そうね。そうそうそう。だから、ムースとかって、固まっちゃわない、ね。ムースとかってよくこう、つけるじゃないですか。うん、で、ワックスは、結構つけたところからついちゃうから、うん、結構このパウダースノーでやると、まあ、演出がほとんどです。演出8割の、で、あとは、あの、僕のこの、まあ、やり方なんですけど、冷風、冷たい冷風を当てるんですよ。うん、そうすると、結構あの、外人の雨たし質感で出せるんですよ。うん、だから、このパワーをかけて、あとは、もう、例えば、まあ、こう、外人っぽくしたかったら、もう、こうちょっと、ぐちゃぐちゃでいいんですよね。うん、セットはいらないんですよね。ぐちゃぐちゃにやってくれればいいだけなんですよ。ああ、そういうのっていいですよね。うん、なんかちゃんとしてないのもいいじゃないですか。そうそう、なんかきっちりしてるとコンサバになっちゃうから、うん、やっぱコンサバじゃない方が結構かっこいいなと思う。こういう風に、ちょっと分かります？若干こうなんかしっとりしてきたら、ちょっと落ち着いたようになくなったような、ちょっと質感がベタってこう、なるじゃないですか。止まったら何でもいい。そう、止まったら全然、大丈夫ですね。そういう結構そのこうアメッタっていうか。で、やっぱあの欧米人みたいなああいう濡れた質感を出すにはこのワックス結構いいですね。あとはジェルとかになっちゃうもんね。ジェルベタベタしちゃうから、こういうので、ほら、わかります？これ一切スライドカットも一切入れてないブランドだけなので、ちょっと出づらいんですけど、これでも結構そのなんていうんですかね、束の質感って結構出てますよね、うん、結構しっとりした感じで、これ楽っすよ、これ楽だ、かっこいいからですか、いい感じですね、もう無造作、無造作にこうちょっとで、そんなに顔周りもぐちゃぐちゃにやったのにもちゃんとなってるし、やっぱあとはもっと外人っぽくするにはもうほんと毛先の方に、まあ、ちょっとこう、ちょっとそぎが、もしそぎがね、ちょっと入れれない、あんま軽くしたくないということなんで、毛先さらにちょっとですね、ブラントのラインちょっと入れていって、いかにね、なじませないかをポイントになってくると思うんで、なじませない、うん、そう、カットラインがなじまない方がいいですよ、あのなんか外人さん、欧米人特有のなんかあの質感出すのが、だからそうすると結構近くなりますね、うん、このようにこうパンパンパンと仕上げに入れていくと、もっと、まあね、絵のね、額縁作るような感じですね、額縁ある方が綺麗にアウトライン見えるじゃないですか、ちょっと重さを逆にこうプラスさせる、それもちょっとこのパーマをね、ちょっとこう生かしつつこうやっていくと、
が全部は全部このパーマでやるとまあふわってはなるんですけど、今回はちょっとそういう普通のパーマを混ぜてるのでミックスしてやるともうちょっとくしゃくしゃにこういう風になるんですね、はい、本来でも結構そのドライングパーマってやつだけで全部やっちゃうんですけど、ドライングパーマ2ってやつで全部やっちゃうんです。今回はちょっと混ぜてミックスで、うん、楽ですよ、やっぱりセットがめっちゃ楽そう、セットが楽なのが一番、しかもかっこいい、このホットカーラーしなくてもいい、ホットカーラーしなくてもブワーって乾かせたらホットカーラーしたみたくなる、なすごいすごいですね。今日顔前もちょっと結構思い入れないで思いないでいただけるといいですね。だんだん立体感がちょっとこう、結構重くなりましたね。でも本当ドアーズに出てた時のメグライアンすげえ可愛いんですよ。そう？僕好きなんですよね。ドアーズっていう映画なの？そうなんです。ドアーズってバンドのなんかそういうドキュメンタリーではないんですけど、そういうやつですね。あれめっちゃいいっす。すっごい綺麗ですよ、ほんと。いくつなんだろう、デビューしたって。もうそんな感じですね。あー、すっごい顔だったです。かわいい。すっごい古い映画なんで、超キュートなね。いや、もうすっごいキュート、綺麗だよね。めっちゃかわいいです。この頃の髪は短かった？どうやー、もうちょっと肩ぐらいだった気するんだよな。そうなんだ。で、まあこういう風にこの、なんでしょう、立体感が結構こう出る。そぎ入れてないですからね。そぎなしでこの立体感はやっぱり毛先の質感で出すしかないと思いますね。どうですかね。はい、そんな感じでちょっとやってみてください。大丈夫ですか？はい、なんか動きというか遊びというか、遊びが出た、うん、めちゃめちゃかな。もうこれでメッシュをほんとメッシュバーって入れたら元外人っぽくなるんですけど、まあカラーはNG なんでちょっとあれですけど、まあでも顔が外人じゃないので、大丈夫大丈夫、あんまり無理はしないでおきます、はい、まあそういう感じになりますね。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。いつもいろいろ言ってやってもらってはい、ありがとう。はい、はい、ちょっと待ってね、今髪の毛洗います。